1923年発行の女人芸術総刊号の表紙女人芸術。当時の表記としては、女人芸術は、長谷川しぐれが主催して、1928年7月から1932年6月まで48冊を出した女性の文芸、総合雑誌で、次第に女性解放の理論史的色彩を刻した。他に、共に短命に終わった同盟の雑誌2例が記録されている。 当時、女性進出に意欲を持っていた女流作家で姉御的気質とも言われた長谷川しぐれは1928年7月に更新に発表の場を開き、夫人の解放を進めるため女性が書いて編集してデザインして出版する商業雑誌、女人芸術を発刊した。この資金にはしぐれの年下の夫で彼女が人気大衆作家に引き上げた。 三上音吉によるものを当てた。総刊事は、発行が、長谷川しぐれ、編集は、元島崎東村の書生で当時新潮社に勤めて、いたのを引き抜いた、祖先木猫、印刷が、生田花よ、発行書が、牛込めく左内町のしぐれたくない、女人芸術者だった。後編集もしぐれが兼ね、発行書は、赤坂日野木町へ引っ越した。上 も月づきゆりこ、やぎあき、こいみどり、川瀬よしこらも参画した。元画家志望で、しぐれの妹の画家、春子の知り合いだったことで参加した、厚田た子もいた。迷子の赤字は、三上音吉とが補填した。聞く版、150ページ前後、定価は、文芸春秋と同じ40銭。読者の投稿は先行の上掲載した。連載物として、の回想 日本橋と林文子の放浪記などが記憶される。また、各地に支部を作り、名古屋の八達瀬子、広島の大田陽子、神戸の高橋鈴子が除名だった。しぐれは、各方面に顔が広く、ディエンの関係では元六代目菊五郎夫人、寺島康、森律子、村田角子なども、執筆はしないがグループに加わっていた。全十八冊の総目次には、 年齢順に、岡田八代、野上弥生子、上近一子、山川菊江、三宅康子、島本久江、富本和江、高村逸江、長谷川春子、湯浅義子、尾崎緑、のみぞななおし、中条ゆり子、餅月由里ゆり子、松木静江、大谷富士子、戸田豊子、平林栄子、林文子、中本高子、村山和子、久保川稲子、竹内てるよ、 平林太子、上田文子、松田時子、八達瀬子、大田洋子、若林津屋、などの執筆人の名が載っている。そして後期には、川上はじめ、大塚金之助、木村武史、三木清野呂英栄太郎、小林滝次など、男性の名も見える。1928年7月の総刊号には、評論で、山川菊江、フェミニズムの検討。 地近一子、夫人と、無産政党、創作欄で、平林太子、生活、佐々木房、遠近、増木し静江、ある妻、長谷川しぐれ、甘微美,美め、翻訳で、松村美猫役、オフラハーテー、野にいるメス豚、八木沢子役同弟、あるるの女などの他に、短歌、詩、随筆などを掲載。初期は、小説、随筆、評論などの文芸雑誌で、 各界の人気者番付、恋愛座談会などの娯楽記事まで載っているが、次第に文芸欄は縮まり、左傾化して、ソビエトの紹介、労働運動、農民運動、国際問題の記事、読者の手記やルポルタージュが増えた。アナーキスト系の持月ゆじ子やヤギヤキと、コミュニズム系の中島幸子の論争も行われ、当時、労働女塾を開いていた。 縦脇社大用のところに逃げ込んだ吉原の将棋として話題になった松村隆子の体験記も掲載された。1930年5月号、同6月号は発売禁止処分にされた。昭和教皇の最中だった。農村は疲弊していた。安値、低品質のメイドインジャパンを作る工場では女子工員が低賃金にあえいでいた。 ソビエトを労働者の楽園とするような言論は貧困層の耳に入りやすかった。女人芸術は赤だ、買うと警察にマークされるなど言われた。講演会では監視する警官がしばしば、弁士中止を叫んだ。日本橋のブルジョワの家に生まれたしぐれは、政治的に無職だったが、弱気を助ける江戸っ子で、雑誌の酒を放任した。1929年に、 彼女の発案で全女性進出更新曲を募集し、3回の募集で2800通の応募があり、二党当選採用された松田時子の詩は1930年1月号で発表され、立て、燃えつついけ、逃避のこの日ぞ、新たなる世をはらむ、世界の母我らなどと、勇ましかった。しぐれは、この編集後期で震え、少子を、 我々はこの歌を交渉して強打なる我を追い知りぞけようと書いた。1931年10月号が発禁になった。関東軍が満州事変を始めていた。そしてまた発行を続けたが、翌1932年6月号を出して突然廃刊した。印刷会社への支払いの滞りとしぐれの人運営の悪化とが原因だった。7月号はすり上がっていたが、 処分されて残っていない。その後、長谷川は、雑誌、秋楽を主催し、輝き区会を作って、女性文化人の結集を図った。1923年8月、長谷川しぐれが、旧、正党派の岡田矢地らと、同人雑誌、女人芸術を創刊し、平塚来長、富本和枝も加わった。第2号を出して後、関東大震災に見舞われて終わった。 編集発行人は、長谷川康氏。発行書は、牛込区中町元泉社内女人芸術者であった。しぐれはこれを、前期女人芸術と呼んでいた。昭和24年1月号のみの女人芸術が、女流文学社会機関誌として、鎌倉文庫から出た。この女流文学社会は、1936年に、吉谷信子、林文子らが結成し、 鎌倉文庫が倒産した1949年から1961年までの間、女流文学者賞を出していた。ありがとうございます。